皆さんどうもこんにちは、本要約チャンネルの武見です。今回は形成外科医落合博子医師が書かれた美容常識の9割は嘘という本を解説していきたいと思います。さて、著者の落合医師は国立病院機構東京医療センター形成外科医長、再生医療研究室室長などを務め、日本抗加齢医学会専門医であるという、まさにね、美容のプロフェッショナルと言える人物です。本書では約30年にわたって多くの患者の肌の悩みを解決してきた再生医療のプロフェッショナルである著者が、これまで語られてきた美容常識の嘘を暴き、科学的エビデンスのある本当の美容常識の真実を分かりやすく解説してくれております。例えば本書の中ではコラーゲンはお肌をプルプルにするとか、日焼け止めの SPF 値は高いほど効くとか、シャンプーなどに入っている界面活性剤は危険であるとか、お風呂の後の化粧水は必須など、これらは全て真っ赤な嘘であると語られております。さらにはオーガニック、天然成分由来に騙されてはいけない、肌荒れ、乾燥肌は洗いすぎが原因である、化粧品の経費毒は科学的にはありえない、石鹸とボディソープ使うならどっちなどと、たくさんの人が気になっているであろう一般的に言われている美容常識や疑問にも医学的にきちんと答えてくれております。本書の内容を忠実に実行すれば、誰でも簡単にハリツヤのある美肌を手に入れることができるでしょう。本日の動画では本書の中で個人的に重要だと思ったポイントにフォーカスして解説しております。ですから、この動画を見ることでこの本いいなと思っていただけましたら、概要欄にリンクを入れておきますので、ぜひ一度本書を手に取って全ての内容をチェックしていただきたいと思います。それでは早速楽しみながら本書の内容に一緒に切り込んでいきましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で、あなたも騙されている知っておくべき美容常識の嘘トップ5について、そして2限で、結局何が正しい全人類が知っておくべき美容常識の真実トップ3について解説していきたいと思います。それでは早速、1限の、あなたも騙されている知っておくべき美容常識の嘘トップ5から解説をスタートしていきましょう。さて、これを聞いてくださっている皆さんは男性女性問わず、できることならば美しい肌を手に入れたい、できることならば少しでも今よりも見た目を良くしたいと思っている人が多いかと思います。ここで当たり前のことを言いますが、そりゃあね、見た目が良いに越したことはないでしょう。私たちの第一印象はほぼ見た目によって決まってしまうということが分かっていますから、第一印象を良くして人間関係を円滑に進めるためにも、そして仕事などをスムーズに進めるためにも、見た目が良いに越したことがないというのは間違いないことであります。そのような少しでも見た目を良くしたいという私たちの欲望につけ込んで、最近は何かと美容や健康に関するニュースが飛び交っております。テレビやネットを見れば、あれがいい、これがいいと、より良い効果を謳った新しい化粧品や美容液などが次々と発売され、目まぐるしく美容に関する情報が流れております。こんな世の中ですから、一体どの情報が正しくて本当にどの商品が効果があるのかを選別するのは一般人ではなかなか難しいと言えます。そこで著者のような美容のプロ中のプロの意見を参考にさせていただくのが有効でしょう。プロの目から見れば、今の世の中には相当怪しい商品が溢れているそうです。ですから、まずはプロの目から見た今の世の中に溢れている美容常識の嘘をまず皆さんに解説し、私と一緒にね、広告などに騙されないように正しい知識を身につけていこうではありませんか。それでは、知っておくべき美容常識の嘘トップ5を発表しましょう。嘘第1位、美容のためにゴールデンタイムに寝るべきである。嘘2位、毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきである。嘘3位、顔のマッサージが効果的である。嘘4位、ヒアルロン酸で肌が潤う。嘘5位、オーガニック、
天然成分由来のものを使うべきである。さていかがでしょうか。まずはこういった世間にあふれている嘘を知っていただき、皆さんの美容常識をアップデートしていただきたいと思います。ではそれぞれ一つずつ順番に取り上げてサクサクと解説していきましょう。まずは美容常識の嘘第1位、美容のためにゴールデンタイムに寝るべきであるという嘘から解説をスタートしていきましょう。さて皆さんが絶対に一度は聞いたことがあるであろう嘘からまずは解説します。皆さん絶対にね、美しくなりたければ、肌をきれいにしたければ、午後10時から午前2時までのゴールデンタイムに睡眠をとりなさいと言われているのを一度は聞いたことあるかと思うんです。午後10時から午前2時までの時間は成長ホルモンがたっぷりと分泌される睡眠のゴールデンタイムであり、この時間にしっかりと眠ることによって肌にも美容にも良いとよく言われているわけです。このことを真面目に信じて毎日10時には布団に私入っているんですと、そんな方もある程度いらっしゃるのではないでしょうか。しかしこの睡眠のゴールデンタイム説に医学的根拠はないと著者は言います。というのも成長ホルモンというのは別にね、この時間だけに分泌されるわけじゃなくて、入眠直後の熟睡期に分泌されるということが分かっているからです。午後10時から午前2時の間にブワーッと成長ホルモンが分泌されるように語られておりますが、そんなことはないんだと。目安としては入眠してから3時間後の熟睡期に成長ホルモンが分泌されます。しっかりと睡眠をとれば何時に寝たとしたって成長ホルモンはきちんと分泌されるんです。さていかがでしょうか。これは私たちにとって非常に良いお知らせですよね。だって今の社会の生活で夜10時に寝るのってかなり難しくないですか。時には残業でそもそも10時を過ぎてしまうこともあるでしょうし、10時に寝なければいけないと思い込んでいたら週末に夜友達と遊びに行くことすらできないでしょう。まあね、今日限りで美容のために10時には寝なきゃというあの脅迫観念は捨てていただいて結構でございます。重要なのはゴールデンタイムの間に眠ることじゃなくて、ゴールデンタイムじゃなくてもいいからしっかりと睡眠を確保するということであります。睡眠は健康な肌作りには欠かせないもので、新陳代謝を促して肌を美しく保ち、シミやシワの予防にもつながります。まあね、人によって朝方夜方などは違うでしょうし、仕事のスタイルによっても起きる時間寝る時間というのは違うでしょうから、ぜひ自分が体調がいいなと感じるサイクルを見つけて良質な睡眠をとるようにしていただきたいと思います。さていかがでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第1位の美容のためにゴールデンタイムに寝るべきであるということについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、美容常識の嘘第2位の毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきであるという嘘について解説していきたいと思います。さてしっかりと体を洗うこと、そしてしっかりと体や頭を洗うことこそが肌を整えるための基本中の基本じゃないかと思っている人があまりにも多いように思います。肌をきれいに保つにはまずは汚れをしっかりと落とさなきゃいけないと言われているのを皆さんもよく耳にするかと思います。こういったことを真面目にしっかりと守って、コツコツと私は毎日朝晩顔や体や頭をしっかり洗っていますという人もこれを聞いている人の中には多いでしょう。ですがはっきり申し上げると、このような習慣はあなたの肌にとって非常によろしくありません。最近は乾燥肌や肌荒れに悩んでいる方がとても増えているそうですが、その大きな原因の一つが実はこの洗いすぎだからです。毎朝毎晩顔も体も頭も洗っていますという人は、一度その習慣を始めると洗わないとすっきりしないのでやめられなくなってしまいます。しかし本来ね、私たちの肌はそんなに頻繁に洗う必要がないんです。私たちの皮膚は通常皮膚常在菌
菌によって弱酸性に保たれ、有害な菌が繁殖しにくい環境を維持しているんです。そして皮膚の常在菌が皮脂を餌としてグリセリンや脂肪酸といったものを作り出し、皮膚のバリア機能を保ってくれているんです。さらに皮膚では常に新陳代謝が行われていますので、汚れがついてもそれは垢とともに剥がれ落ち、自然と毎日きれいになる仕組みが備わっているんです。だから私たちが肌を洗う際に注意しなきゃいけないのは、できるだけこうした私たちに本来備わっている生理機能を妨げずに正常に保つこと、つまり洗いすぎないということであります。さていかがでしょうか。皆さんの中にもね、私肌きれいにするために朝起きたらしっかりまず顔洗ってますと、そして寝る前もしっかり顔を洗ってますよという人結構いらっしゃったかと思います。ですがその洗いすぎという習慣によって肌荒れや乾燥肌が引き起こされていたなんて結構ショックですよね。顔をしっかり洗うのには結構時間もかかりますので、あの時間は一体何のための時間だったんだと嘆きたくなってしまいます。ぜひここで頻繁に洗いすぎると肌荒れのリスクが高まってしまうんだということを覚えておきましょう。実際に洗いすぎることによって皮脂や皮膚常在菌が減り、皮膚構造が傷ついてしまいます。その結果肌の乾燥や湿疹、細菌感染、アレルギーのリスクが高まることが臨床研究によって確認されているんです。また著者は肌を傷つけないように気をつければ保湿するためのスキンケア製品は基本必要ないとおっしゃいます。つまり洗いすぎさえしなければ本来洗顔後に何もしなくても良いんです。とはいえ乾燥が気になるから私何か使いたいですという場合は、オイルやワセリン、ヒルドイド、セラミドなどの保湿剤を使うのがおすすめであります。さていかがでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第2位の毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきであるについての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、美容常識の嘘の第3位、顔のマッサージが効果的であるについて解説していきたいと思います。さてテレビをつけると顔のマッサージをすることによって顔のたるみやくすみを取りましょう、口周りのほうれい線を取りましょうなどと言われているのを皆さん目にすることがあるかと思います。私たちは年を取るにつれてどうしても顔のたるみやくすみ、口周りのほうれい線などが気になるようになってしまいます。そこでなんとかこういったものを解消しようと毎晩お風呂上がりにせっせと顔のマッサージをしていますという人もいるかもしれません。顔のマッサージを習慣化しているんです私はという人いるかもしれません。しかしね、専門家の立場からするとそういった顔のマッサージは残念ながら全くの逆効果であると著者は断言しているんです。こういったマッサージは顔のたるみやくすみ、黒ずみを作ってしまう原因になってしまうんです。私たちの肌の表面をピーンと張りのある状態で維持するために頑張ってくれているのは肌を支えている繊維組織というものであります。ですから肌の張りを保つためにはこの繊維組織をできるだけたくさん温存した方が良いんです。ですがマッサージで押したり揉んだり引っ張ったりしちゃうとこの大切な繊維組織が破壊されてしまいます。マッサージをするたびに肌を支えている細い糸がプチプチっと切れてしまうのをイメージしてみてください。ですからマッサージをすることによってわざわざあなたは積極的にたるみを作っているとも言えるんです。これからは顔のマッサージは逆効果なんだとぜひ覚えておいて、今マッサージをしている人はやめた方が良いでしょう。そして日々様々な外科手術をしている著者は、そもそも人の肌というのは手で持ち上げたくらいでどうにかなるもんじゃないよとおっしゃっています。手でいくら押し上げたり引っ張ったりしたところで、せっかく肌を支えてくれている繊維組織を壊すだけで肌には何のメリットもありません。どうしても私たちもね、両頬をギューッと引き上げていればいつかは肌が持ち上がってシャープな顔になるようなイメージを持って頑張っているかもしれませんが、肌は手で持ち上げたぐらいでは変わらないんだということを
ぜひ覚えておいてほしいと思います。そして著者がマッサージをおすすめしないもう一つの理由は、肌はこすっちゃうと黒くなるからであります。よくね、スキンケア商品を肌に浸透させようと一生懸命こすってすり込もうとしている人がいるんですが、肌にとってこれは絶対に NG であります。くすみや黒ずみの原因となってしまうからです。肌が摩擦を受け続けると角質を厚くするケラチノサイトとメラニンが作り出されることが科学的に証明されているんです。その部分がくすんじゃって色素沈着になるということです。時々ね、肘や膝など突き出た部分が黒ずんでいる人いますよね。それは他の部分よりも摩擦を受けやすいために色素沈着を起こしているんです。ですから肌はこすってはいけません。肘や膝のように黒ずんでしまうからです。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第3位の顔のマッサージが効果的であるについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、美容常識の嘘の第4位、ヒアルロン酸で肌が潤うについて解説していきたいと思います。さて、男性女性に限らずヒアルロン酸という言葉をね、今や多くの人が耳にしたことあるかと思います。このヒアルロン酸はコラーゲンとともに美肌効果があるとして、最近では数々の化粧品や美容商品に配合されている成分であります。肌に直接塗るスキンケア製品はもちろんのこと、美容食品としても数多く販売されているこのヒアルロン酸は高い保水力と粘性があり、細胞同士をつなぐ潤滑油やクッションのような役割を果たしています。このヒアルロン酸は保水性が高くて水分を保持して粘り気があって密度が濃いゲル状を形成するという機能があるんです。だから肌の表面に塗るとそこに水分がキープされ、ふっくら潤いが戻ったように見えるのは事実です。しかしこの現象は肌自体に起こっているわけではなくて、塗ったヒアルロン酸に起こっているに過ぎないんです。ヒアルロン酸自体は保水して膜を作りますが、肌に水分を与えることはありません。そしてこの膜が皮膚の水分蒸発を防ぐため肌の保湿状態が保たれるとされているんです。ですが一方で保水膜が常に皮膚に触れているのは常に濡れている状態と同じですから、角質層の構造が崩れ皮膚から保湿因子が流出し、自分の力で保水ができなくなってしまうと著者は言います。だから塗った直後は確かにね、調子がいいように感じるかもしれませんが、やめると肌が乾燥してしまうため常に塗り続けなくてはいけないという悪循環を招いてしまうんです。また美容クリニックなどでは皮膚にできてしまった深いシワを目立たなくする治療としてヒアルロン酸注入の注射が行われております。これは確かに一時的に効果は出るんですが、ヒアルロン酸を直接注入しても肌自体のヒアルロン酸を作り出す能力を高めることにはつながりませんから、数年経てばまた元に戻ってしまうというのが実際のところです。もちろんね、数年効果が持てばいいよという人もいるので、それは個々人の選択になりますが、基本的には一時的な効果でしかないということは知っておいてほしいと思います。また注射により皮膚壊死や視力障害を引き起こすリスクもありますので、信頼できる医師の治療を受けるようにしてください。さて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで美容常識の嘘第4位のヒアルロン酸で肌が潤うについての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、美容常識の嘘第5位のオーガニック天然成分由来のものを使うべきについて解説していきたいと思います。さて皆さんはね、オーガニックとか天然成分由来などと聞くと肌にも地球にも優しいというイメージを持つかもしれません。しかし科学的な視点で見るとオーガニック化粧品にもリスクがあると言えます。その理由は簡単で、日本には化粧品に関するオーガニック認定基準がないからです。そもそもオーガニックは化学肥料や化学農薬を使わない有機栽培のことです。ですからオーガニックコスメはそうした有機栽培で育てられた植物性の原料を使って作られたコスメということになります。例えば海外だと
オーガニックコスメとして販売するには、政府機関や認証機関による厳しい基準を満たさなければいけません。海外ではめちゃくちゃ厳しい審査を通った商品のみがオーガニックという表記を許されるんです。しかし一方でね、この辺が日本の緩いところでもあるんですが、日本で販売されているオーガニック化粧品にはこのような認定基準がなく、例えばオーガニック植物成分を1種類だけ少量配合したとしてもオーガニックと謳うことができるんです。つまりメーカーの自己判断で何とでも言えてしまうというのが実情なんです。ですから必要以上に高いオーガニックや天然成分由来と書かれたものには騙されないようにしましょう。それでは一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、少しでも見た目を良くしたいという私たちの欲望につけ込んで、テレビやネットを見れば様々な美容商品が売られている。しかしプロの目から見れば今の世の中には相当怪しい商品が溢れているので、広告などに騙されないように正しい知識を身につけることが必要である。ポイント2、知っておくべき美容常識の嘘トップ5は次の通り。嘘第1位、美容のためにゴールデンタイムに寝るべきである。嘘第2位、毎日朝晩しっかりと顔を洗うべきである。嘘第3位、顔のマッサージが効果的である。嘘第4位、ヒアルロン酸で肌が潤う。嘘第5位、オーガニック天然成分由来のものを使うべきである。それでは次2限で、結局何が正しい全人類が知っておくべき美容常識の真実トップ3について解説していきたいと思います。さてここからは約30年にわたって多くの患者の肌の悩みを解決してきた再生医療のプロフェッショナル、美容のプロ中のプロである著者が語る全人類が知っておくべき美容常識の真実を3つほどご紹介したいと思います。具体的には次の3つです。全人類が知っておくべき美容常識の真実トップ3第1位、光老化を徹底的に防ぐ正しい方法。第2位、シワ、シミ、ニキビにも効く治療薬。第3位、最先端テクノロジー、幹細胞の真実。さていかがでしょうか。なかなかね、聞いたことがない興味深い内容が含まれていると思いますから、ぜひ楽しみながらお付き合いいただけると嬉しく思います。それではそれぞれ一つずつ順番に取り上げて分かりやすく解説していきましょう。ではまず全人類が知っておくべき美容常識の真実第1位の光老化を徹底的に防ぐ正しい方法から解説をスタートしていきましょうか。さて最近はね、肌の光老化という言葉をよく耳にするようになりました。光老化とは年を取ることによって起こる自然な老化ではなくて、紫外線を長年浴び続けることによって引き起こされる肌の老化のことです。つまり光によってね、肌が老化してしまうことなんです。年を取るにつれて起こる老化では皮膚が薄くなるのに対し、この光老化は子どもの頃から浴びた太陽光線のトータル量が関係し、紫外線への長年の防御反応の結果、皮膚が厚くゴワゴワになり色も濃くなってしまうという特徴があります。また肌の深い部分にある真皮で肌の張りを保っている弾性繊維が破壊されてしまうのも光老化の特徴です。弾性繊維が破壊された結果、皮膚の張りがなくなりシワやたるみができてしまいます。このように紫外線を浴びた量が多いほど肌の色がくすんだり、シミやシワ、たるみが生じやすくなるというわけなんです。さてこのように言うと、紫外線めちゃめちゃ悪いじゃないですかと、じゃあ私はこれから紫外線を徹底的に避けるように気をつけますと思う人いらっしゃるかもしれませんが、紫外線というのは健康を維持するために必要不可欠であるということも忘れてはいけません。私たちが例えば紫外線浴びることによって体内ではビタミン D が生成されます。このビタミン D は私たちが健康的に生きる上で絶対に必要な栄養素です。さらに太陽の光は
体内時計を調節してくれるという重要な役割もあります。つまりね、光を浴びなさすぎるのも光を浴びすぎるのも良くないということ、肌が老化するのが嫌だからといって徹底的に紫外線を避けて光を浴びないようにするのも、これはこれでビタミン D が生成されなくなってしまうとか体内時計の調節がうまくいかなくなるなどの他のデメリットが生じてくることも私たちは知っておかねばなりません。つまり日光は適度に浴びるべきだけれど、浴びすぎてしまうと光老化が起こってしまうから、よく外に出る人などは日焼け対策をする必要があるというわけなんです。というわけでここからは光老化を徹底的に防ぐための紫外線予防の正しい知識を皆さんにお伝えしていきたいと思います。そもそも紫外線というのは波長の長さによって UVA、UVB、UVC の3種類に分けられ、このうち私たちに影響を与えるのは UVA と UVB の2つです。そして UVB の方が UVA よりも日焼けを引き起こす力が600から1000倍強いと言われています。そしてこの UVB は肌の浅いところで炎症を起こしやすいので、水ぶくれになったり強い炎症反応が出て色素沈着が残りやすいのが特徴です。これに対して UVA には炎症を起こしたり肌を黒くする力はさほどないんですが、 UVB よりも波長が長く肌の奥まで到達してしまうので、長期的に浴びると光老化の原因につながるんです。そして現在紫外線を防御する主要な成分として紫外線吸収剤と紫外線散乱剤の2つが使われております。紫外線吸収剤は主に UVB に効果を発揮します。 UVB を吸収して熱エネルギーに変換して排出することで紫外線からの影響を防御してくれるという効果がありますが、紫外線を吸収して化学反応を起こすので肌が弱いとかぶれる可能性もあります。一方で紫外線散乱剤は酸化チタンや酸化亜鉛が主な原料で、 UVA、UVB の両方に効果があります。金属成分の小さな粒子が光を跳ね返すことによって紫外線を遮断してくれております。そして日焼け止めを今使っている人ならわかると思いますが、日焼け止めにはSPF と PA という2つが表示されております。まず SPF とはサンプロテクションファクターの略で、 UVB に対する防御効果を示したものになります。そして一般的にこの SPF の数値が高ければ高いほど紫外線を防御する効果が高いと思われていますが、実際はそういうわけでもありません。実際に SPF と皮膚に届く紫外線の防御率の関係性を調べたものによると、 SPF15 の日焼け止めを使った場合、 UVB はすでに 93.3% 防御できております。そして SPF30 では96.7%、 さらに上の SPF45 は 97.8%、SPF50 は 98% と、 SPF15 以上になると紫外線の防御率はほとんど変わらなくなってしまうということが分かっているんです。つまりね、 SPF が高ければ高いほど効果があるというわけではないんです。このように言うと、まあ確かに SPF15 以上ではそんなに防御率変わっていないけど、SPF15 よりは FPF が30以上のやつの方がちょっと防御率上がってるやんけと、それならちょっとでも防御率を高い方が塗っておいた方がいいんじゃないのと思われる人もいるかもしれませんが、この SPF を高く表示するためには紫外線吸収剤や散乱剤を大量に使う必要があるため、 SPF の数値が高いほど肌への負担が増えてしまうんです。肌を守るために日焼け止めを塗っているのに、その日焼け止めによって肌に負担がかかってしまっては元も子もありませんよね。そして SPF と並んで表示されるのが PA であります。
この PA は紫外線 UVA に対する防止効果がどれぐらいあるのかを意味していて、一般的にプラスが多いほど効果が高いとされています。さてもちろんね、こういう SPF とか PA といった指標を気にすることも重要なんですが、紫外線防止の効果をしっかりと得るためにはどの製品を選ぶかよりも実はこまめに塗ることの方が重要であると著者は言います。とりあえず効果が高そうなものを外出する前に塗っておけばいいやと思っている人は正しい紫外線対策ができておりません。最も重要なのはこまめに塗ることなんです。表記の量よりも多めにたっぷりと均等にこまめに重ね付けを意識してください。外で過ごすのならば 2,3 時間ごとにこまめに塗るのが基本です。肌にすり込むのではなく肌にのせるようにつけるとより効果的です。ちなみにアメリカの FDA では SPF15 の日焼け止めを日に当たる15から30分前につけること、そして2時間ごとに塗り直すことが推奨されております。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで全人類が知っておくべき美容常識の真実第1位、光老化を徹底的に防ぐ正しい方法についての解説を終わりにして次に行きましょう。それでは次、全人類が知っておくべき美容常識の真実第2位のシワ、シミ、ニキビにも効く治療薬について解説していきたいと思います。さてお次はシミ、シワ、ニキビなどに効果的にアプローチできる治療薬について皆さんにお伝えしていきたいと思います。さてこれまでシワとかシミといったものは一度できてしまったら特別な美容手術を施す以外になかなか改善するのは難しいと言われていたんですが、近年その効き目が実証されたある成分があるんです。それはトレチノイン、別名レチノイン酸であります。トレチノインとはビタミン A 誘導体の一種で、ニキビや老人性色素斑などのシミの治療に使われるものになります。アメリカでは FDA に認可されたシワ、ニキビの治療医薬品としてもとてもポピュラーなんですが、日本ではまだ認可されていないため医師に処方してもらう必要があります。その主な効果は肌のターンオーバーを促進すること、現在は強力な漂白作用のあるハイドロキノンと組み合わせて肌の再生を図る治療がメジャーになっております。ではこのトレチノインを使うと肌にどんなことが起こるのか、簡単に言うと肌の再生がどんどん起こります。トレチノインは表皮の細胞をどんどん分裂増殖させ皮膚の再生を促してくれます。この時表皮の深い層にあるメラニン色素も外に押し出してしまうのが特徴で、約2から4週間でメラニン色素を排出します。その間に漂白作用のあるハイドロキノンを併用して新しいメラニンの生成を抑制しておくと、結果的に表皮はメラニン色素の少ない新しい皮膚に置き換えられることになるんです。またこのトレチノインはニキビ治療にも効果的で、さらに肌のコラーゲン産生を促してくれますから、肌にハリを取り戻しシワを改善する効果も期待できます。さてここまで来てばトレチノイン神じゃないのと、トレチノイン効果やばすぎでしょと思うかもしれませんが、日本では現状化粧品や医薬部外品の成分としては認められておりません。その代わりに化粧品会社が配合しているのがレチノールと呼ばれるものです。しかしこのレチノールはトレチノインの100分の1程度の効果しかありませんので、レチノール配合のクリームなどを使用してもトレチノインのような目に見える効果は期待できないと著者は言います。ですからこの市販のレチノールとはレベルが違うトレチノインを試してみたいよという人は医師に処方してもらう必要があるので、信頼できる医師に相談してみてください。さていかがでしたでしょうか。それではここまでで全人類が知っておくべき美容常識の真実第2位のシミ、シワ、ニキビにも効く治療薬についての解説を終わりにして次に行きましょうか。それでは次、全人類が知っておくべき美容常識の真実第3位、最先端テクノロジー幹細胞の真実について解説していきたいと思います。さて最後は最先端のテクノロジーである再生医療の幹細胞事情について
お伝えしたいと思います。山中教授が iPS 細胞を発見したことは有名ですが、その後こういったテクノロジーは再生医療にどのように生かされているのでしょうか。再生医療の現場では幹細胞を使った治療が実際に今行われております。幹細胞を皮膚に直接注射したり点滴したりすると損傷部位の修復が促されるなど肌に良い効果があるとされています。その流れで美容の分野でもシミやシワ、たるみなどの加齢による症状の改善を目的とした幹細胞注射が導入され、従来のレーザー治療やボトックスよりも効果があるのではないかと期待されております。しかし残念ながら幹細胞がアンチエイジングに効果を発揮するかどうかはまだエビデンスが取れていないというのが現状だそうです。まあね、でもエビデンスが取れていないからといって効かないと言っているわけではありません。幹細胞が肌の損傷部位を修復してくれるというのは確かで、それがアンチエイジング効果につながるかどうかはまだ確実ではないというお話です。とはいえ幹細胞には無限の可能性が秘められております。そして現在皮膚への幹細胞注射や点滴はクリニックでも受けることが可能です。しかし幹細胞そのものを使う再生医療は厚生労働省が認めた特定認定再生医療等委員会によって、その治療の妥当性や安全性はもちろんのこと、医師体制や細胞加工管理体制についても大変厳しく審査されているそうです。その審査を通った後、厚労省に治療計画を提出して受理されて初めて治療が可能となります。ですからもしあなたが本気で幹細胞治療を受けたいと考えているのならば、正式なプロセスを踏んで厚生労働省に再生医療等提出計画を提出している信頼できる医療施設を選ぶということをぜひ忘れないでください。それでは2限の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。2限では全人類が知っておくべき美容常識の真実トップ3を発表してきました。第1位は光老化を徹底的に防ぐ正しい方法でした。第2位はシミ、シワ、ニキビにも効く治療薬について、そして第3位は最先端テクノロジー幹細胞の真実についてお伝えしてきました。さて皆様いかがでしたでしょうか。本日はまず1限であなたも騙されている知っておくべき美容常識の嘘トップ5をお伝えして、そして2限で結局何が正しいのか、全人類が知っておくべき美容常識の真実トップ3について解説してきました。おそらくね、多くの人がそれは知らなかったよとか、マジかあの情報嘘だったのか、それが美容常識の真実だったのかと思わず膝を叩いてしまうような内容がたくさんあったと思います。ぜひ本日の内容を生かしてあなたの美容常識をアップグレードし、さらには実際に本書の内容を参考にしてあなたの外見もアップグレードしていただきたいと思います。また本書には今回の動画で時間の都合上扱えなかった興味深い内容がまだ書かれておりますから、今回の動画を見ることでこの本面白そうだなと思っていただきましたら、ぜひ一度手に取ってさらに深く熟読されてみてください。本日は以上になります。この動画がためになったよという人は私のやる気アップとさらなる動画のクオリティアップにつながるので、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞポチッとよろしくお願いします。またこのチャンネル以外にももう一つ本要約チャンネルと切り抜きのチャンネルもやっておりますので、興味のある方は概要欄のリンクから他のチャンネルにも訪れてみていただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画で皆さんに会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。